はい、こちらスパイダルコのマニックス 2XL、まあ非常に大きなサイズの、ナイフです。こちらご紹介します。で、スパイダルコは安いグレード、中国で作ってます。それからミドルグレード、これは日本で作ってます。で、これ上級グレードですね。これはアメリカで作ってます。ちょっとオープンしてみます。で、アメリカで作ってるものは、ちょっと見えますかね。ゴールデン、コロラド、USA、アースと、このように文字が入ってます。こちらスパイダルコ CPM S30V、 とてもサビに強くて、耐摩耗性も高い粉末鋼ですの、まあ、ステンレスです。とてもいい鋼材です。で、これもう少し小さいサイズがありますが、これは、大きい、一番大きいサイズで、全長が22センチ8ミリあります。で、ブレードも10センチあるんですよね。で、ハーツが3ミリ。で、これスパイダルコの、独特な、これロックがあります。ちょっとベンチメイドのアクシスロックにも似てるんですが、若干動きが違います。それでちょっとこれこの大きい方はよほど手が大きい人じゃない限りおすすめできません。普通のミドルサイズの方がいいです。で、理由はですね、オープンはいいんですけど、クローズの時このロックを、指で、後ろ側にスライドさせなければならないんですが、その時結構力がいります。で、これ大きすぎてですね、この手のひらに、ここが引っかからないんですよ。このロックを指で引こうとしても、こうやって、わかりますかね。本当は、ここに引っ掛けて、こう、スライドさせたいんですが、下指が届かない。指届くところまでやると、このように、まあ、滑ってしまう。だから、結構これ、強く引く必要があって、これね、グリップが大きすぎて引けない状態です。ですので、しょうがないんで、こうやって握ってこう引くんですが、で、握って引くと今度危ないですわね。こう、ブレードが降りてきますんで指を挟んでしまう。ということで、ちょっと小さい方がいいですね。これ大きすぎます。握った感じもこんなに余ります。で、せっかくここにチョイルがありますんで、小さくても十分、実用できそうです。これデカすぎです。せっかくのフォールディングナイフの携帯性をスポイルしてしまいますね。ということで、ちょっとこれやりにくいんですけど、ここのクリップを指で思いっきり、当てがって、なんとか引きます。引けました。けどちょっと大変です。では細部の作りをちょっとお見せしますが、このスパイダルコはもう数あるメーカーの中でも、もう作りの良さはピカイチです。
これアメリカ製ですけど、もちろん日本製もすごく精度がいいです。中国製はちょっとすいません、わかりませんけど、メイドインジャパンとメイドイン USA のものはものすごく、出来が良いです。でこのスパイダルコのいいところは、このサムホイールで、サムホールですね。これこうサムスタッドですと、物を切った時にスタッドが引っかかったりして、このスタッドがですね、緩んで取れちゃう場合もあると。で、汚れとか錆がつきます。で、サムプレートも同じように邪魔になると。研ぐ時も邪魔ですね。サムスタッドもサムホールも。で、フリッパーっていうのは、ここに突起ができるんですよね。で、この突起がポケットに入れた時とか、なんか障害物にぶつかった時に刃が開いてしまう。で、このサムホールっていうのはそういうことがありません。本当にシンプルに穴開けただけなんですが、本当画期的だと思います。ここに指をかけてオープンすると。で、邪魔にはなりません。汚れもつきません。すごくいいですね。ちょっと購入時の切れ味を見てみます。はい、この程度の切れ味があります。寸法は、ブレードが10センチですね。で、全長が22センチ8ミリ、ハーツが3ミリあります。で、鋼材は S30V で、ハンドル材は G10 です。で、このクリップは左右付け替え可能ですが、これは前方に付けることはできません。はい、以上、今回はスパイダルコマニックス2の XL ご紹介しました。また別な動画でお会いしましょう。さようなら。